朝鮮労働党総書記で朝鮮民主主義人民共和国国務委員長を提案する金正恩同志が朝鮮人民革命軍創建90周年記念閲兵式などの行事を盛大に認識した朝鮮人民軍の指揮メンバーを党中央委員会本部に呼んで激励しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会員で党中央軍事委員会副委員長の党中央委員会パク・ジョンチョン書記とリー・ヨンギル国防相をはじめ国防省の責任幹部、朝鮮人民軍陸海空軍の各司令官、軍団長が参加しました。金正恩総書記は、終生の報告をする指揮官たちの手を熱く握り、朝鮮革命の歴史と民族史で有意義で栄えある朝鮮人民革命軍の創建90周年を盛大な閲兵式で記念することに貢献した一同を高く評価しました。そして日朝のピストルに基づく我が革命武力の第一歩が世界に唯一無二の天下無敵の革命的な党の軍隊の威風堂々たる足取りにつながり、アントの密林に響いたボーゼル拳銃の音が敵対勢力の軍事的虚勢を容赦なく崩す火星砲の雷に天地を揺るがす偉大な現実は、国の歴史に金文字で特筆すべき共和国武力の輝かしい勝利の歴史だ。力と力が熾烈に激突し、ますます強くなってこそ自分の尊厳と権益を守ることができる今の世界で、誰も止められない恐るべき攻撃力、圧倒的な軍事力は我が国家と人民の安全と子々孫孫の将来を保障する生命線だと述べました。総書記は敵対勢力によって続き加増する核の脅威を包括する全ての危険な試みと威嚇的行動を必要なら先制的に徹底的に制圧粉砕するために、我が革命武力の絶対的優勢を確固と維持し絶えず高める党中央の揺るぎない意志を刺激し、軍隊の指揮官たちが党の軍隊建設の方向と総路線を断固貫き、革命武力発展の新たな段階を果敢に開くべきだと強調しました。金正恩総書記は革命武力の指揮メンバーが国と革命、人民の前に担った崇高な使命感を瞬時も忘れず、必要の自信を持って偉大な我が国家の自衛力をあらゆる面から固める聖なる引用に全身全霊を傾けるものとの期待を表し、共に二部隊記念写真を撮りました。敬愛する金正恩総書記が青年同盟第10回大会に所管、革命の新しい勝利を目指す歴史的進軍で社会主義愛国青年同盟の威力を遺憾なく発揮せよを送った1周年記念研究討論会が29日平壌の青年中央会館で行われました。朝鮮労働党中央委員会リードーソン部長、青年同盟と関係部門の人、クムソン政治大学の教員学生、青少年教育部門の記者編集員、平壌市内の青年学生がこれに参加しました。討論会では金正恩総書記の歴史的な所感に示された思想理論の正しさと実践での力を掘り下げて解説した論文を青年同盟中央委員会ムンチョル委員長、クムソン政治大学のシンガンチョル学長、青年前夜新聞社のチェスンチョル編集長、クムソン青年出版社のリ・ギョンナム副社長、平壌市青年同盟委員会キム・ジヒョク委員長が発表しました。電力工業部門の労働者技術者が電力量産に努めています。電力工業省では水力を基本とし火力を並行させる方向で生産の手配を行っています。水力発電部門では水車発電機の大補修を日程通り進め、水力構造物の補修を質的に行って安定性を高めています。火力発電部門でもボイラー、タービン発電機の大補修とその他の設備の交代及び補修を質的に行い、技術革新と新技術の導入を促しています。総変電部門では
電力地理情報システムの確立に必要なデータベースの構築と主管変圧器、遮断機などの整備補修を質的に行っています。都村各地で春の植樹キャンペーンが大衆挙げての運動として展開される中、平安南道、関門道、半行国道の勤労者が多くの木を植えました。平安南道では320万本の野生の果樹を植え、関門道では数千ヘクタールの面積に1700万本の木を植えました。ハムギョン北道でも工程別の作業をスタンダードで行い、1500万本の木を植えました。太陽節記念万元別称スポーツ競技大会が閉幕しました。29日平安のスポーツ村のチュンチュン通りのバスケットボール競技館で閉幕式が行われ、キム・ソンリョン内閣府総理、国家体育指導委員会副委員長の都村労働党中央委員会リードーソン部長、関係者、スポーツ選手が参加しました。サッカー、バスケットボール、バレーボール、重量挙げなど27種目の470以上の細部種目の競技が行われた今大会で、選手たちは普段から磨いた肉体と技術の能力を遺憾なく発揮し、多様な競技戦法と選手を巧みに活用して好成績を取りました。4月25日スポーツ団、アムノッカンスポーツ団、ピュンヤンスポーツ団、機関車スポーツ団、テソンサンスポーツ団、チョンチョンガンスポーツ団、チュンリマ成功連合企業所スポーツ団、国防省国防スポーツ団、アムノッカン国防スポーツ団の男女選手は、重量挙げ、射撃、水泳、ショートトラックで世界記録とアジア記録を塗り替え、国内新記録をマークしました。国内新記録をマークした選手にメダルが、好成績を取った団体選手にトロフィーとメダルが授けられました。キム・イルグク体育相が閉幕の辞を述べました。偉大なキム・イルソン主席の生誕110周年に際して、タイ、ノルウェー、デンマーク、ベラルーシ、スウェーデン、オーストリア、フランス、フィンランド、ポーランド、ナイジェリア、コンゴ民主共和国、ベナン、アルジェリア、エクアドルで記念の集いと主席の業績についての討論会、図書写真展、映画会が行われました。政界、社会各界の人のほか、市民多数がこれに参加しました。参加者は会場にある太陽のように明るく微笑むキム・イルソン主席と金正日国防委員長の写真、共にいる主席と国防委員長を描いた美術作品に献花し敬意を表しました。催しで発言した人たちは、人類の太陽であるキム・イルソン主席がいて、祖先に人民大衆中心の土の社会主義が立てられ、進歩的人民は土思想の旗のもと20世紀を自主の世紀に輝かせることができたとし、主席の革命的勝利は最も老練な政治家、偉大な人間の一生だったと述べました。参加者はキム・イルソン主席と金正日国防委員長、敬愛する金正恩総書記の写真と不正史の偉人たちの不朽の著作をはじめ、著作の図書、社会主義祖先の目覚ましい現実を見せる写真に見入れました。また主席の革命的生涯と業績、人民のために尽くしている金正恩総書記の現実指導の道のりを収めた祖先の記録映画とビデオを見ました。スウェーデン、ポーランド、コンゴ民主共和国での催しでは金正恩総書記に送る祝電が採択されました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は新ユーミル・ジンソミでした。こちらは都村の声放送です。先に訪れたのは702年2013年6月7日、敬愛する金正恩総書記が平壌基礎食品工場を建設しておりました。工場の増改築の状況が収まっているビデオを見て、総書記が一番先に訪ねたのは工場の託児所でした。ちなみに共和国では女性労働者の多い工場には託児所が別途に設けられています。庭にある乗り物や1階と2階の遊び場、
食堂、赤ちゃんのお部屋などを一つ一つ見て、総書記は子供の保育と教育について話しました。総書記が外に出た時、庭で遊んでいた子供たちが駆け寄ってきました。甘ったれて取りすがる子供たちを抱いて、何の遊びをしているか、いくつなのかと優しく聞いた総書記は、長時間にわたって子供たちの歌と踊りまで見てから託児所を後にしました。祖母の高永家さんのお話です。平壌金正恩께서우리파가대문도시를통해金正恩総書記が先に託児所を訪れるとは思いもよらなかったのです。工場の増改築の時、託児所も同時に作り直されましたが、それでも総書記が生産現場ではなく託児所を先に訪れるとは。その思いがけない知らせに接して工場の女性労働者皆が深い感動に包まれました。生産より前に女性労働者の労働条件、生活条件に関心を持っている総書記でした。このように立派に作られた工場を託児所に子を預ける母親たちは安心して生産に専念しています。先に訪れたのは高台市でお話ししました。自力で栄える工場、トランボンコリアク工場は効能の高いコリアクを多く生産して人民の交渉を博している工場です。数年前まで工場の生産は芳しくありませんでした。ほとんどの設備が古く立ち遅れていたので、よく故障し生産への支障をきたしていました。工場の人たちは増改築とリノベーションの目標を掲げ、実践に取り掛かりました。自力を信じて降り立った工場の人たちの努力によって、4階建てのスマートな建物が建てられました。また、すべての工程の GMP 化が実現し、生産活性化のしっかりした物質的、技術的土台が築かれました。設備の近代化は、コリアクの品質改善につながり、産業も伸びて、消費者の需要を十分満たしています。管理職の一人のキム・グムシルさんのお話です。工場で生産した全場所を入れた消火剤やサムヒェンという伝統の薬種を入れた合王精神丸などは使用者が好んで求める製品です。今回新しく製作した設備で古料薬のエキスを作っています。今年古料薬の生産能力と品質のさらなる改善、新製品の積極的な開発という計画を立てています。自力で栄える工場なので、従業員の誰もが誇りに満ちて働いています。自力で栄える工場、高台市でお話ししました。